さてやっていきましょうなー。ラウンジって何？誰だっけ？にゃんさん。こんな時間に何してるの？暇だったので、なんとなく。そっか。にゃんさんは？自販機でミネラルウォーターを買おうと思って。 俺、ミネラルウォーター買う人あんまり好きじゃねえな。買い置きがあると思ったらなかったのよね。水道水飲んだら？にゃんさんの部屋着姿。どうしたの？じっと見て。変かな、この服。そんなことないですよ。むしろ、その逆、すごく似合ってるなって。そう？ありがとう。この間買ったお気に入りなの。それじゃ、おやすみね。おやすみなさい。綺麗な人だよな。なんか上がったぞ、ポヨン。ミッションクリア。何をクリアしたんだ、俺は。スマホ。ミッション。何これ。サマーミッション一覧を確認しよう。どういうことだ？なんで？おお、クリアできる。全部クリアした。わからん。なんか、ゲームシステムがよくわかんないです。マジカルチェックって何？マジカルバナナや。何これ？クリスタ。こんな感じです。いいよ、教えてあげる。おい、ミニキャラ何の方でがも可愛い教えな。ちゃう こいつキモいわ。ダメだ、ごめん。嘘ついた。ぞ。ほう、何が知りたいですか？何も教えない。なになに、お兄ちゃん。あ、こいつ妹か。わからんな。わからんけど寝よう。睡眠大事です。 Next day。 なんでお前がいる？行動選択について。休み1、昼休み、休み2、放課後の4つの時間帯で、女の子が、休みすぎだろお前ら、働け。イベントを見ることで、女の子の恋愛レベルが上がっていきます。女の子と話します。移動先を選択する画面が表示されます。 Y ボタンで時間割が表示されます。各学年の体育館、校庭、プール、家庭科室の利用状況をチェックできます。私服以外の、私服じゃねえや、制服以外の服装の女の子とのエンカウントが狙えます。 なるほどな。女の子の恋愛レベルと好感度の確認、情報の更新ができます。情報の更新は実質の夜でしかできません。おお、いかがわしい情報なんじゃないのか、それお前な。情報を更新するまでは古い情報が表示されます。マジカルユミナのパワーで女の子とのエンカウント率を上げたり、ルーレットでスペシャルボーナスを得ることができる。どういうこと？マジカルユミナってなんだよ。ビッグボーナスね。ゲームを進める上で目安となるミッションです。クリアすると様々な報酬が得られます。ああ、長い。感覚でできんだろ。で、水泳だぞ。校庭で体育です。体育館で体育ですよ。何も喋らん、こいつ。体ボイスが育館でないか。体育だよ。
ールで水泳だぞ。どうしようかな。校庭でプールで水泳だぞ。メニュー週末一番無駄。危ない。罠だろこれ。ヒントある。時間割り見る。高3、高2、高1、中小。なんで中等部と初等部の見れんだよ。お前高校生だろ。俺は俺今日プール？休み、今休み時だよな、多分な。プールじゃん、次。次プールだったらちょっとあれだな、なんか、あんまり他のとこ行けねえな。プールで水泳だぞ。体育。よくわからん。なんわかんねえから物質行こう。いや。物質特訓ってなんだ。おお、なんか、できる。所持ジュエル数。わからん、趣味。趣味に詳しくなろう。10わかったわ。強くね。消費した話題がすべて回復しました。何？話題って。話題ジュエルの所持数がアップしました。あ、わからん。あ、どういうことだろう。まあいい。今昼休みです。昼休みの後に家庭科？プールやって家庭科やって？その次なんか普通の授業？遊びすぎでは？はあ、家庭科室で調理実習。何嫌なの？これどういうことかよくわからんぞ。はあ。選べるの？はあ。まあいいや。ああ、なんでこれ？マジカルパワーについて。R ボタンでマジカルユミナを呼び出し、女の子とのエンカウント率を上げたり、ルーレットでスペシャルボーナスを得ることができます。L ボタンと R ボタンで使用するマジカルパワーの数を選べます。あー、なるほど。わからん。マジカルルーレットについて。回転するルーレットを A ボタンで停止させます。止まったカードに入れたんだね。あー、なるほどね。これで。これでなんか、どういうことだ?90% の確率でこいつと会えるってこと？これ。そうなんかな？ようわからん。こいつとかは？あー、なるほどね。10% 会えねえのかよ。なんで 10% 会えねえの。はあ、家庭科室で調理実習。まあ いや、じゃあちょっと家庭科見てみるか。こいつ名前忘れちゃったけど、なんだっけ。あそこにいるのは、7つ。声をかける、かけない。あ、かけないこともできる。俺も家庭科集中したいからな。まあ、かけますよ。かけなきゃ進まないから。うわぁ。ペンギンじゃん。ペンギン村じゃん、こいつ。7つ。お今、ちょっと話せるか？俺に入れてもらうことできるか？うん、いいぞ。何話す？
何いいぞってこいつ。上から目線か。何それ、何それ、なんか3連鎖。スタックアップ会話について。画面下の話題ジュエルを選ぶことによって女の子と会話します。5回話題ジュエルを選ぶと会話終了です。それまでに画面左上のテンションゲージをほぼいっぱいまで上げてアタックを選んで成功するとポソシションが始まります。同じ色の話題ジュエルが横になると合体しスタック数が増えます。スタック数が多い話題ジュエルを使うとテンションゲージが大きく上がります。まあ要はうまくやれってことだな。問題ない。まず褒めようぜ。なんか褒めれるらしい。女を褒めとけばいいだろ。お前って目でかいよな。あ、よく言われる。顔のバランスが女子なんだよな。小さい頃から全然変わってないんだよね。はははは、言えてる。それバカにし、これバカにしてんじゃないの？大丈夫なの？単純だな。セカンドトーク。からかう。どうせならなんか3スタックしたいけどな。一回運動挟んどくか。運動部の中で一番ハードな練習してるのってどこだと思う？そんなの絶対に水泳部だよ。水泳部？なんで？水泳は息継ぎしなきゃ息を吸えないんだぞ。しかも全身運動、めちゃくちゃ大変なんだから。お前 何部なんだよ。そっか、なるほどな。おい、これ会話成り立ってるか？大丈夫か？おーい、なんか恋愛来たぞ、お前。ほな、絶対、これ、行く しかないよ。ユミなんて、あんたのこと大好きだよな。ユミなんて誰？親かなら、親から離れて暮らしてるし、身近で頼れるのが俺だけだからな。うんうん、あ、妹ね。妹に慕われるのって、ユミなんっていうの？何弓なんて。茶わやんみてえだな。スタックしてるやつがいいんだろうな。学園生活、今年の夏も暑くなりそうだよな。うんうん、いい感じ。望むところだね。もっともっと暑くなれ。マジか、お前。どういう会話なん。西村博之はお前、いっちゃん最初に天気の話する人は嫌いって言ってたぞ、お前。天気の話しかすることがないんですよね、言ってた、あいつ。え？趣味の話するか、じゃあ。写真部はどう？楽しい？まあな、自由に撮ってるだけだけど面白いよ。そっか、言ってくれればいつでも協力するぞ。お前、任務中か？あ、やばい、もう行かないと。すっごく楽しかったぞ、またな。俺さん、最後のゾカタカナにするやつって任務中だよな。なあ、お前任務見てんだろ。バッチリ盛り上がったけど、アタックして写真を撮らせてくれてお願いしないとな。これあれなの？あ、5回やっちゃいけないの？ 5 回やってからアタックじゃないのか。なあ。プールで水泳です。なんか喋ってたぞ、お前。体育館で体育。何そのポーズ。体育館で体育。どういう、何そのポーズ。校庭で体育よ。体育ばっかじゃん。
プールで水泳です。なんでみんな普通にまっすぐ立って喋ってくんないの。校庭で体育、体育館で体育お前が一番曲がってるな。なんかプールで水泳です。あ、いや、なんだっけ、あ、これなんか狙いを定められるわけね。プールです。はいはいはい、はい、校庭で体育よ。どうしようかな。校庭 80%、 中庭 40%、 プール 5%、 00。中等部って誰中等部とかいなかったくねえか。40%いくべ。ギャンブルしようぜ。あそこで7つ、お前に吸われただと。吸われた、7つに。7つ。お今、ちょっと話せるか、うん、俺に入れてもらうことできるか。めっちゃスタックするやん。これなんか、あれなんか、カクカクしてねえか。大丈夫か。スペック間に合ってないんじゃないか、これ。これ4つはスタックしないのか。ちょっと試してみていいか。しかし、夏休みだってのに、毎日勉強ってひどいよな。まったくだ。部活があるのはいいんだよね。これ喋り、これ喋り方がおかしいからあんまり好きじゃない。何それ。触れる。首、頬、唇、鼻、瞳は、頬、髪。女の子は髪触られるのが嫌いらしいからな。髪はよけとこう。うん、瞳はないんだ。何、首、胸、出た。肩、鎖骨とかないの。鎖骨鎖骨をすっすっすはないの。でも行くしかないだろな。ええー、な、何、いきなりなんで、なんかついてたんだよ。だからってレディーの胸に触るな。あ、悪い、でも触ったもん勝ちだろお前。もう上がっとるやん。なんか上がってますやん。お前嘘つきだろ。嘘をついてる味がする。まんざらでもないくせに。趣味、テレビとネットの動画どっちをよく見てる。俺はもうテレビ持ってねえからな。ネット一択なんだけどよ。どっちかっていうとテレビかな。お前またテレビ見てんの。お前 NHK やん。お前もう水泳の国際大会の映像とか NHK やん。テレビじゃないと流れなかったりするからね。 NHK の N は7つですか。プライベート、水泳以外で好きなことってあるか。こんな喋り方やめないか。食べること。そうだよな盛り上がってないね。なにこれ、アタックしたらいいのこれ。フィフストークやったら終わるんじゃないの。アタックするぞこれ。
おっぱい触らせてもらったついでに写真撮らせてくれないか。おう、撮りたいの？あ、いいのかよ。うん、いいよ、撮って撮って。ミッションクリア。どんなポーズすればいいんだ？立ち、座る、横たわる。立ちバック。木陰立ちバックありだな。わかった。こんな感じかな。フォトセッションについて、 L ボタンでカメラを構えて R ボタンで撮影します。 Y ボタンを押しながら声かけメニューを選ぶと女の子が様々なリアクションをしてくれます。フォトセッションはムーブモードから始まります。女の子を撮りたい位置へ移動します。 L スティック前後左右移動、方向ボタン高さ移動。まあまあやっときゃわかんだろ。いや、なんか多いな。肩がどうのこうのみたいな。ハテナッピーについて、校内には黄色くて可愛い謎のマスコットハテナッピーが隠れています。見つけ出して撮影するといいことがあるかもしれません。何これ、これ選べばいいの？ん？何？音声認識？あ、これで移動できると。なるほどね。やっぱこう引きで撮った方がいいんじゃないの？この木と、せっかく木の近くなんだから、木と女の子撮ればいいじゃん。これどこまで離れられるんだ。これここまで来たらもう他人やん。俺スペックが足りてねえぞこれ。そんな遠くから撮るのか。うん、ごめん。ん？おい、なんかお前煽ってるよもしかして。ああ、アヘ顔ダブルピース。アヘ顔ダブルピースタッチバックするかじゃあお前。ん？撮んないのか？撮るっつってんだろお前バカ。お前この状況でお前探してんだろ。ちょ、これどうしたらいいのこれ。ポジション、え、ふわな、なにそれ、どういうこと。なに女の子の角度、ちょ、え、怖い。あ、超能力者になってた俺。なにこれ。でもマット作れそうこれ。ほら、くねくねーやつ。もうこいつでメトロノーム作ろうぜ。あ、エロ。めっちゃエロいやん。ほら、あいつもまんざらでもねえし。で、どうしたらいいのこれ。なに？なに？あ、なんか出てきた。取れないんだけど。これどうやって取るの？取り方がわからん。なに？いや、いけそう、取れそう。
いや、これなんかカメラ斜めにしちゃ、あ、ピーピー、いや、やばい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 。おぉ。待て。広角、広角にして。そう。撮らせてくれ。まずい。めちゃくちゃいいアングルだったのに、お前。マジかよ。おお、そうか。そんじゃね。撮影枚数1。うわー、最後のすげー撮りたかったー。最後のすげえ撮りたかったなぁ。プレビュー。まあ仕方ねえな。時間かけすぎた。放課後の行動について。放課後の時間帯は寄り道とバイトも選ぶことができます。女の子を下校デートに誘うことができます。下校デートでは学園以外の場所で女の子と過ごすことができます。コンビニでアルバイトしてサマーコインを貯めることができます。学校帰りの女の子とイベントが発生することもあります。学園内の移動先では部活着の女の子とエンカウントすることがあります。なるほど。ミッション達成を同時もね。なんでわざわざ相手に報告しなきゃいけないんだ。誰なんだよあいつは。保護者じゃねえだろ。まあ、バイトかな。コインの使い道よくわかってないけど。よしよし、ジャンボフランク20円引きっすよ。いかっせー。頑張ってるよ。7つ。あ、7つ。よしよし。なあなあ。この間まで売ってたカップ焼きそばのプリン味、なくなってんだけど。あれは全く売れなかったから二度と入荷しないぞ。舌がバカと。そんなこと言うのはお前ぐらいだ。あ、ちょ、なにこれ。なんか押しちゃった。ネット見てみろ。不評の嵐だぞ。みんな焼きそばだと思うからダメなんだって。プリンとソースであえた新感覚の麺。そう思えば美味しいよ。麺をあえるもんじゃねえんだよ。お前って結構変わった食い物好きだよな。失敗を恐れず何事も新しさを求めてく、それが七つちゃんなのだ。はいはい。なんて言おうとプリンカップ焼きそばは入荷しないぞ。私が気に入った食べ物がことごとく短命なのはなんでだ。お前の味覚が変わってるからだろ。仕方ない。普通のカップ焼きそば買おうっと。マデリー、ラッシー、プリン味めちゃくちゃ好きやん。もうプリン食えよバカ。プリンの方がうめえだろうが。4000。めちゃくちゃ大富豪やん。今100しか持ってないのに40倍です。うまくゲームが進められないときに、女の子と会話できない？俺じゃねえかバカお前。学園に表示される、以外の場所では会話ができないと勘違いしてませんか？画面左の、選べば、学園すべての場所へ移動可能。M を使えばエンカウント率アップ。写真の撮り方がわからない。タックアップ。会話で、使うと、フォトセッションに誘えます。何誘えます。がマックスに近ければ近いほど成功率アップ。ストーリーが進まない？スタックアップ会話やイベントが発生すると、がアップします。マックスになると、ストーリーイベントが発生し、ストーリーが進む。なるほどな。
仲良くなればなるほどストーリーが進みやすくなると。フリーイベントが発生しない？タックアップ会話の左上にあるフリーイベントゲージをマックスにするとフリーイベントが発生します。同じジュエルの話題を選んだよ。なるほどね。どういうことか。わかった。理解したわ。